いや何がね、びっくりしちゃって、うん、上がってきたらさ、キュウちゃんこっち見てんだもん。いや、いけると思う。いや絶対いけるでしょ、あれで、あのピョーンで。確かにいけるかもしれない、うん、いけるかもしれないけど、はい、あんなことしたらさ、キュウちゃんの体が無事じゃ済まねえよ。いや、まあ俺はさ、キュウちゃんのことが一番大事なんだよ。だからさ、キュウちゃんにもしもことがあったらダメだからさ、ちゃんとさ、これまで二人で積み上げた、そう経験のもとの技をしっかりやろうぜ。大事だと思う、そういうの。気使ってくれてんの。ありがとう。それはもう感謝。結局なんか今日、一回なんかすげえ投げられた気もあるんだけど。でも、何度もやってきたことだよ。何度もやったことはさ、俺たち経験で大丈夫だって分かってんだから。そう。全く問題ないんだよ。これがな、俺たち二人の絆の力だよ。分かったか。これからもな、この二人でな、どんどんまた新たな伝説を聞いていくからな。見とけよ。見とけ、楽しみで。私は、王様であり、チャンピオンだ。シングルだろうか、タッグだろうか、スリーウェイだろうか、私が負けることはない。あんな頭の悪い奴らにな。以上。あ、くそ！あ、最後！最後三つ。ああ、入ったか。あんだけ、カジトマトを踏み台に上行くっつったのに、最後、やられちゃった。俺はまだ、まだというか、21歳、じゃあ35だぞ。若さで勝てないのか。すべては、経験かもしれないんで、経験で今日は負けたと思います。まあ、ただ俺だってタイトルマッチ負けて黙ってるわけにはいかないんで、次俺は 2AW の上を目指して来週は TKP 必ず勝ちます。以上です。ニキすごいよね。お前ら若手は全員すごいよ。ニキ、お前はスピードって入るよ。21歳、若くてピチピチだよな。速いな。でもよ、見ろ俺35歳、おっさんの方がな速いんだよ。スピードのな違い、速さの違いっていうのはな、見せやったよ。そして、2月13、来週、TKP、入り、いえ！お前からな、ベルトル。お前はな、ヘビーだよ。ヘビーでかいよ。でもな、でかいやつをな、小さいやつが倒す、ジュニアのな、力をな、見せてやるよ。よっしゃー！まずは勝ったけど。勝ちましたよ。でもやっぱり、プログランツの最後は、タンクさんがいないと始まんねえだろ。そうですよ。なあ、そら。はい。タンクさんがいて、この3人でトリブランツです。タンクさんがね、あと2大会で引退なんですけども、私たちには、権力がないから、タンクさんに相談して、3対3、組んでもらうぞ。組んでもらうぞ。相談するぞ。折れた、腕折れた。こら、腕折れてるやんけ、お前。それがお前らのやり方か。お前らずっと二人で一人いじめやがってよ。お前どんなつもりじゃん。お前おいちゃんご、お前クソサル、お前覚えとけよ。お前腕一本じゃお前足りんぞ。分かってよ。何や、黙れお前。なんで私が黙んなきゃいけないんだよ。まあええねん上の一本ぐらいくれたら、おいジャンゴホンダ、お前ら TKP で俺は許さんからな。お前とでもおけスーパータイガーぶっ殺したね。以上だ。2月13、 TKP タッグタイトルまであと1週間。ザ・ルールのやつをぶち倒してやってよ。そして試合後に本田歩夢の告白を受けて、俺は今すげえドキドキしている。タッグタイトルに向けて最高のスタートを切った1週間前。本ちゃん、今日もありがとう。リングでも言ったように、俺らバグズミューテーション、ゴリゴリに固まった 2AW のプロレスの色、
俺ららしく俺たちの色にバグズミューテーションの色にくちゃくちゃに俺とホンダアイム塗りつぶしていくからな。それの手始めにまずは絶対にタッグタイトルが必要なんだ。ホンちゃん2月13 TKP 絶対にタッグタイトル取ろう。改めてバグズミューテーション組んだ時のように握手していいかな。ここでよろしくね。